児童虐待を少しでも減らせるような活動をしています。これはなんか自分にしかできないことがあるんじゃないかと思って、今ヤングケアラーの支援活動をしています。若者の発言が社会に影響を与えているとか、バイアスカウンシルがまあそういうスタートとして若者たちに広がっていってほしいなと思ってます。皆様ごきげんよう、高松奈々です。本日私は兵庫県の尼崎市にありますユース交流センターにやってまいりました。こちらではですね、ユースカウンシルという子どもたちの議会が開催されているということで、いろんなプロジェクトをされているそうなんですけども、どんなプロジェクトをされているのか今から取材でお伺いしたいと思います。すごいですね。結構面白いですね。なんかここでバンド結成することがあったりとか、まあ、学校の軽音部とあんまうまくいかなくて、この部活やめて、仲間見つけて、そうですね。とか、まあ、学校の軽音部から今、まま3人やめて、その3人のバンドを継続して、うちで練習してるとか、そこでその音楽ライブみたいなので、まあ、フェス的なことやったりとか、で今日は今からここに卓球の人がバドミントンでやったりして、スポーツで卓球とバドミントンぐらいでやるみたいな、この後6時からで。ユースカウンシルではどういうポジションなんですか？ユースカウンシルは4月から3月を1年度にしてるんですけど、その1期の代表をしています。ユースカウンシルに参加したきっかけを教えてください。もともと高校3年生の時に地域のボランティアに参加してたんですけど、もうちょっとなんか漠然と何かやりたいなっていう気持ちがあった時に、たまたまそのボランティア先の人からアップトゥユーっていうプログラムが始まるよっていうのを聞いて、何かやりたいと思ってた自分とすごく合ったので参加しました。活動内容をお伺いしたいんですけども、まずは、ユースカウンシル自体の活動についてお話していただいて、その後にご自身の活動も聞きたいんですが。はい。尼崎市のユースカウンシル事業は、アップトゥユーという、団体が今行っています。アップトゥユーは、若者が気兼ねなく社会に参画できる街というのをビジョンに掲げていて、あえて若者がを入れたのは、なんか社会の中で結構大人が中心のルールとかがたくさんあって、そこで若者がっていうのをあえて入れて、若者から街づくりをしていこうっていう意味が込めているのと、で、個人プロジェクトは自分のこれまでの人生を振り返ったり、テンショングラフを書いて、この時つまずいたなとか、自分の中から出てきた課題を見つけて、それに取り組むっていうのが個人プロジェクトです。で、僕はその中で自分自身の家庭、ヤングケアラーっていう問題を聞いて、僕は学校の先生に相談できたし、授業が終われば普通に遊びに行けたのに、そんなことせずずっと家の介護している子たちがいるんだっていうのを知って、これはなんか自分にしかできないことがあるんじゃないかと思って、今ヤングケアラーの支援活動をしています。実際に参加してから政治とか社会問題について話すようになりましたか？そうですね。結構身近に話すようになりましたね。また自分自身が話すだけじゃなくて、実際に知ってみようみたいな風に思うこともできて、この前尼崎市長選挙があったんですけど、選挙を知ってみようっていうことで選挙の活動を手伝ったりしたので、そんな影響がありました。ユースカウンシルは原田さんにとってどういう存在ですか？参加するまで何気なく過ごしてた街とか、何気なく関わってた人について、そういう見方を変えてくれた、自分で変えられるかもしれないとか、嫌なことは言っていいかもしれないとか、そういう風に思わせてくれるような、そんな存在になっています。どういう活動を今はされてるんですか？中高生の孤食対策に向けて、中高生食堂っていうのをしています。孤食ってちょっとあんまり存じ上げないので、どういうものかちょっと教えていただいてもよろしいですか？孤食っていうのは、一人でご飯を食べている子供のことなんですけど、孤食によって欠食になってしまったり、栄養失調になってしまったりしてるので、それを解決するために活動しています。孤食に興味を持ったきっかけは何だったんですか？自分が孤食の当事者で、すごい寂しい思いをしてて、これを解決していけたらなって思ったのが活動したきっかけです。お答えしたくなければ全然答えなくて大丈夫なんですけども、普段あんまりご家族ではお食事は取られないってことなんですか？両親が共働きだったので、
お兄ちゃんと食べてる時が多かったんですけど、一人一人で個人で食べてるみたいな感じで、それをずっと繰り返していたみたいな感じで。お食事はどうするんですか？なんか作り置きみたいなのがあってそれを食べるって感じなんですか？冷凍食品で自分でチンしてご飯を食べる的な感じです。実際1年間通してどういう活動をやってみたんですか？個食について。一回アップトゥーユーフェスっていうフェスで中高生と大人を交えて食事をしたんですけど、ハオチー食堂さんという食堂さんと一緒にコラボをして中高生と一緒に食べることができました。どうでしたか？なんか やってみて。よかったよっていう声とか、普段一緒に食べれないからすごい楽しい経験をしたっていう声もいただいて、よかったなって思いました。ユースカウンシルはどういう存在ですか？成長できる場所がすごいしっくりきて、考え方も変わったのもそうだし、ユースカウンシルに入ったからこそいろんなことに目を向けていろんな活動にチャレンジできたかなって思ってます。実際今どんな活動をしてるんですか？児童虐待を少しでも減らせるような活動をしてます。どうして児童虐待に注目されたんですか？私が小さい頃から中学1年生ぐらいまで虐待を受けた経験があったからです。児童虐待の中でどういう活動をされてるんですかね？大きな目標としては、社会全体で なくしていこうみたいな考え方に持っていけたらなっていうのと、過去に虐待を受けた人っていう、いわゆる虐待サバイバーっていうんですけど、虐待の連鎖って言ってまた自分の子に手を挙げてしまうみたいな現象があって、それを防げたらおのずとこう虐待減っていくんじゃないかっていう考察をして、でそのためにはその虐待サバイバーの生きづらさをこう軽減することで、虐待の連鎖を断つっていう意味で虐待サバイバーに焦点を当てた活動をしてます。活動してみて何か自分の中で変わったこととかってありますか？いろんなことを考えるのが楽しいなっていうふうになってきて、私で言うと虐待っていうのを学問的に考えるみたいなのが、なんか途中からすごく楽しくなってきて、で他のなんか社会問題とかを考えるのもいろんなとこでつながってるとこがあるなみたいなのをすごく感じるようになりました。政治とか社会問題について話すようになりましたか？はい、この前友達となんか勉強しに行こうっつってカフェに行ったんですけど、8割おしゃべりでしたみたいなのがよくあると思うんですけど、その8割おしゃべりの6割が政治とか今の社会とかの話で、友達と自分の思ってることを話したっていうのが楽しかった、面白かった。ユースカウンシルでなんかこう若者の社会参画っていうところでこう活動してて、政治とかってなんかこうタブー視されてる面っていっぱいあると思ってて、若者の投票率とかが低いのってそういうとこなのかなっていうのがその話の中で気づきました。こちらではどのくらい働いてらっしゃるんですか？ここのオープンが2019年の10月で、そこから今3年弱ぐらいオープンから入ってます。ユースカウンシルの目的を教えていただいてもよろしいですか？はい、ユースカウンシルが、若者議会みたいな訳し方をされてて、尼崎市ではもともとティーンズミーティングっていう形で、10代の高校生とかからいろいろ意見を聞いて、それを行政が聞いて行政を伝えるっていうのをやってたんですけど、やっぱ年に1回とか2回しかそういう場を持っていなかったので、本格的な子供の声を取り入れるっていうところで、一昨年からユースカウンシルっていう形で内容を変えて、もう少し若者の声を街に届けていくか、行政に届けているっていうところをやっていこうっていうのでスタートしました。どんな活動をされてるんですか？ユースカウンシル自体は個人プロジェクトはそれぞれ個々のメンバーがやりたいことをやっていってるんですけど、全体としてはそういう若者の社会参画みたいなところで、実際にこういう活動をして、こういう結果が出ましたみたいなところを SNS で発信したりとか、模擬選挙みたいな形で、実際の選挙にこう行かない、まだ行けない選挙権のない年齢対象に選挙の体験をするイベントをやったりとかみたいなところをしてるんですけど、このユースカウンシル自体がもともとこのヨーロッパとかで、どんどん、行われていってて、なんかランチタイムとかに子供たち政治の話を普通にしてるみたいな、文化で、やっぱ日本でユースカウンシルをやろうと思うと、どうしても大人が箱を作らないと、
まあ子供たち参加しないよね、みたいなところもあって、うちも、まあそういう形で一応こう箱は作ったんですけど、でもこう、全部こう、このままやってね、みたいなんでお願いをすると、まあ結局参画というよりかは、まあただ参加するだけとか、大人がやりたいことに若者を使うみたいな、もうそういうこう関係性になってしまうので、結構そういうこう中身みたいな部分は、僕たちがこうサポートをしながら、基本は若者たちが自分らで作っていくみたいなところが特徴的で、まあそういう活動かなと思います。今まで特に大きな成果ってどういうところですか？まちづくり提案箱っていう、まあ、尼崎市が、こう、市民の方から意見を募集する、まあ、目安箱みたいなのを設置してて、そこに、おととしの夏ぐらいに、なんか、何人かの高校生とかが、スケボーができるとこを作ってほしいっていうのを提案を送ってて、でもなんかそれを市長とかがこう見つけてくれて、なんかこれもうちょっとちゃんと若者が言ってくれてんねんから一緒に考えようよみたいなので、うちに話が来て、そういう提案を送ってくれた子たちと、うちの施設に来てて、スケボーやってた子らを集めて、話し合いみたいなのをやって、うん、じゃあ実際頑張って動いてみよっか、みたいな流れで、その市長たちにこうプレゼンするみたいな場を設けてもらって、で、そこに、まあ、尼崎市で言うと、都市戦略課とか、公園維持課みたいな、まあそういう公園を管理したり、この街を発展させるみたいなために動いてる行政の方がいて、まあそういう方々と一緒にミーティングを重ねて、うん、この前、10月から11月のこの1ヶ月間の間に社会実験という形で、尼崎駅の近くにベーコム総合体育館っていう、まあ総合運動公園があるんですけど、そこの一角に仮設のスケートボードパークを作って、まあそこでこう実際に社会実験的にやってみて、なんかそこでこう周りの反応がどうかとか、まあ、実際スケーターは来るのかとか、なんか騒音のクレームは出ないのかみたいなところを1ヶ月調査して、今はそのアンケートをまとめているところなんですけど、一番最初は彼らがメールを送ったっていうところから、なんかこういうユース監視っていうのを通じて、実際に行政の人と話し合いをして、じゃあこっからどうするみたいな段階まで来たっていうのは、なんかすごくこう子供らが若者たちが声を出せば、何か動く大人がいて、実際にどんどん進んでいって、なんか自分らもそれで頑張ってやっていくのは楽しくてみたいな、なんかそういうこうムーブメントみたいなのが一つできたのは、まあある程度こう成果というか、いい活動になってきたなみたいなところは実感してます。最後にお伺いしたいんですけども、はい、ユースカウンシルがあることによる、まあ、社会的な意義ってどういうところにあると思いますか？これからの未来を作るのは若者たちだと思うので、なんかそもそもその若者たちがこれから日本どうなっていくかとか、まあ、地球がどうなっていくのかとかまでレベルが含めて、まあ、考えていかないといけないとは思ってるんですけど、やっぱりそういう機会が圧倒的に少なかったりとか、なんか自分には関係ないとか、自分たちが何回と何も変わらへんから、もうとりあえずこのままでいいやとか、しょうがないから諦めようみたいなのが、やっぱこう今の社会にはすごく充満してるなと思っていて、まあ、ユース関心みたいなのがもっと広がっていって、いろんな社会でこういろんな地域とかいろんな街で若者の発言が社会に影響を与えてるとか、でそしたらその若者たちは自分の言ったことで社会が変わったんだとか、なんか自分が頑張れば何かできるかもしれないっていう自信にもつながっていって、なんかそれがこういい未来とか、みんながこう幸せになる社会みたいなのを作っていくきっかけになるのかなと思っているので、なんかユースカウンシルがまあそういうスタートとして若者たちに広がっていってほしいなと思ってます。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。